仲間の人たちは町に出て行かれましたよ。探しに行かれますか？今夜は宴となります。それまでには帰ってきてくださいね。私も一緒に行くわ。よし、じゃあみんな探すか。見に行く？ああ、そうだな。ルフィ、迎えに来てくれたのね。私は大丈夫よ。宮殿に戻って。
あ、いた。お、ウソップとチョッパーだ。あ、ルフィ。迎えに来たのか。わかったよ。すぐ。直すの大変そうね。まあな、けど大丈夫だ。そうなの？どうして？だってみんなで直してるじゃねえか。うん、それもそうね。戻った方がいいんじゃない？もう時間か、ルフィ。マドモアゼルとの別れは寂しいが。
迎えに来てくれたの？ありがとう。行きます。おう、ルフィ、宮殿に戻るんだろ。さっさと行くぞ。あら、減った。そろそろ宮殿に戻るか。ロビンが来れないのが残念だな。そうだな、チョッパ。ロビンちゃんには今度、俺がとっておきのアラバスタ料理を振る舞うぜ。俺もサンジのアラバスタ料理食いて。ああ、全員ちゃんと食わせてやるよ。行くぞ。よし。いいもんがあるじゃん。街の雰囲気、ずいぶん変わったわね。街の雰囲気、最初に来た時と。そうだな。
お腹いっぱいなの？もたもたしていたら全部ルフィたちに食べられちゃうわよ。そうだぞ、食べられちゃうぞ。アホ、お前の話をしてんだよ。ええ、大丈夫、ありがとう。何か考え事みたいね。やっと取り戻した私たちの国アラバスタ。及ばずながらその復興を助け、人々を導いて国の力になりたい。それは本当の気持ちなの。あ、いいじゃねえか。そうね、正しいと思うけど。だけど私はルフィさんたちとも離れたくはない。みんなと一緒にこのまま。それも偽りのない私の気持ちなの。エリちゃん。ねえみんな、私どうしたらいい？私たちはいつでもあなたの出す答えを尊重するわ。ナミさん、このまま別れることになってもいいの？大切な人なのでしょ？ええ、大切な仲間よ。だからビビの気持ちに寄り添いたいの。今は一緒にいられればそれでいいわ。思い出の中だとしても少しでも長く。明日菜の花の港で12時まで待つとビビに伝えてきたわ。ビビ、今度は一緒に来てくれるのかな？本当か？一緒に来るのか、ビビ？そうね、来てほしいけど、ここは記憶の世界よ。残念だけど答えは変わらないと思うわ。あの時と同じ答えだとしても、ビビちゃんが悩んで出す答えだ。しっかり受け止めねえとな。行くか、ルフィ。よし、行こう。今回メリー号は菜の花にあるはずよ。よし、菜の花に向かおう。しまった。どうした、ルフィ。弁当忘れた。後で作ってやる。まずは菜の花に急ぐぞ。ルフィさん、みんな本当にありがとう。自分が海賊になるなんて考えたこともなかった。そんな人生の選択なんて、この機を逃したらもう一生ありえない。王女であることをつまらないと思ったことはないし、反乱が終わっても国はまだ大変な時期。私が行くならあなたも行くわよね。ねえカル、あなたはどうしたい？そんなに似ちまうのか？そのマネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると、迂闊に単独行動を取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても。左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。熱し合い。あとアラバスタついてくれよ。仲間のためには
全てを投げ出してしまうのね。私にはわからないわ。仲間ってそんなに大切に思えるものなの？それにしても今回のアラバスタの旅もめちゃくちゃ大変だったな。ナナ、クロコダイルもちゃんと倒したし、これであの大きなキューブは吸収できるようになったんだよな。ええ、でもそれはあなたたちとビビの別れを見届けてからになるわ。ええ、きっとあの時と同じ。そうだな、たとえ思い出でもビビはビビに違いないからな。今回も10億ベリーはもらい損ねちゃったけどね。まだもらう気でいたのかよ。私の出番ね。よし、違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんなあ、見ろ、来たぞビビだ。お別れを言いに来たの。私一緒にはいけません。今まで本当に冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。
じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風につながっていれば一度で済むわ。記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。自称